好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ2回裏に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、鳥谷が打席に入ります。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。タイガースビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。2試合当たりが出ていません。フォアボールのランナーが出ています。ボールになります。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。ファーストランナースタート。制球定まっていません。送ってきた。あーっと、取ってアウト。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー二塁一塁。これは相手を楽させてしまったパターンですね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の糸井が。左に切れてファウル。いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。二塁ランナー三塁も回った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。タイガース期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね、ここで一気に攻めたい。バッターボックスは7番鳥谷。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。低め。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。なるほど、そうですね。赤星さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。変化球走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。これで一打同点のチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、全くその通りですよね。またファールです。バッターボックスの鳥谷、今シーズン得点圏での打率は。外の球打った、サード取った、一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。先ほどのシーンリプレイで。さあタイガース一打同点のチャンスです。こういった場面で得点できるかが分かれ目になってきますからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには鳥谷が入っています。切りました、ファウルボール。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。空振り三振。前にボールを飛ばせません。あと1本が。さあそしてバッターボックスには鳥谷が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここで勝ち越せばかなり有利になりますね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。逃げ持っていった、大きいぞ。入った、ホームラン。鳥谷今シーズン第3号の勝ち越しスリーランホームラン。この終盤相手を突き放す一発となりました。タイガース勝ち越し、6対3になりました。値千金の一発を放ちました。この回一気に逆転となりました。この場面で大きな仕事をしました。勝ち越しとなるホームランです。こういう場面で本当によく打ちましたよね。このリードはしっかりと守っていかなくてはいけません。
合を制したのは阪神タイガースです。非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたのではないでしょうか。展開としては理想的でしたから、チームとしてもいい勝利だったと思います。そのいい流れで次のゲームも期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。スワローズ8回の裏、さあマウンドに上がったのは石山、今シーズン6試合目の登板です。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。インローボール、インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッター大山、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これで追い込みました。まあ、早めに追い込めたんで、まあ、次は速い球で押したいですね。緩急ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。大きく外れてボールになります。さあ仕留められるか。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。青木抑えてワンアウト。さあ一塁ランナーを返したいこの場面、バッターボックスには福留。ここはエンドラン引っ張った。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。1点返しましたタイガース。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。ここで得点が入りました。タイガース痛い敗戦となってしまいました。最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。この調子でどんどん行きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには7番の鳥谷が入っています。まずはボールから入りました。
大きく外れてボールです。ボール先行です。追っつけて打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、4対0、タイガース4点リードとなりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を。ここは当然という。さあマウンドを任されたのは五十嵐、今シーズン18試合目の登板です。3連投ということになります。初球はボールになりました。際どかったですよね。インローのストレート、インサイド落ちました。強い打球、切れました。ファールボール。インコース打ちました。いい当たり、高く上がった。ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打順は8番梅野。タイガースこの回3点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも初球打ち、これはどうか、この打球はフライになっています。掴んでアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックスには代打の糸原、大歓声を背に打席に立ちます。いや西さん、どうしても期待がかかってしまいますよね。ここはね、試合の流れを左右する大事な場面ですよ。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。外の低め見極めます。ファウルボールです。ストレート打った、セカンドの左掴んだ、一塁送球、一塁アウト。しかしこれは7番バッターボックス鳥谷、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。五十嵐、まずは先頭バッターを打ち取っています。落ちる球できました。ボールになります。この球は外れています。スリーボールツーストライクです。痛烈、切りました。ファウルボールです。高めのボール、センターへ打球伸びる、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。さあマウンドに上がったのは石山、今シーズン7試合目の登板です。2日連続の登板です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。4球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。変化球絡み、タイガース痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、最後は力勝負に敗れてしまいました。